し前、こんな対決があった。この傘はどんな風が吹いても絶対に壊れない。どんな風が吹いても壊れない。その傘とはブラントアンブレラ。あら、かっこいい。世界を震撼させるほどの強度を手に入れた傘。この傘に立ちはだかったのは、うちの風力マシンはどんなものでも吹き飛ばします。どんなものでも吹き飛ばす風力マシン。それは映画ドラマの嵐のシーンで活躍する最強の風力マシン。その名もハリケーン。この両者が激闘を繰り広げた。風とそして雨がブラントアンブレラに襲いかかります。さあ、現在の風速はついに40メーターに達した。それでもまだブラントアンブレラは屈しない。さあ、この距離2メーターまで近づいた。さあ、このまま行くのか。あーっと、傘の形が変わった。いや、すげえ顔してた今。心配そうに傘の状態を見つめる。骨が折れている。そして布が破けています。こうして矛盾、強風 VS 傘の戦いは終わった。あの激闘から5ヶ月。ここだ、ここ。我々は残念ながら敗れたあのニュージーランドの男を訪ねた。いや、よく来たね。また会うとはね。あれはモンスターだった。今でも夢に出るんだ。まさに悪夢。でもあの戦いから傘の売り上げが2倍に増えたんだよ。悪夢だけではなかった。あの敗戦の悔しさからさらなる改良を続けているというが、まだ試行錯誤してるんだ。リベンジするにはもう少し時間が欲しいね。やはりあのモンスターマシンに勝てる傘なんて存在しないのかもしれない。そう思っていた矢先、我々は最強の傘を発見した。オランダって、そこで生まれた最強の傘。我々は製造元である会社へ向かった。アムステルダムから車で45分のデルフトにあるこちら、センズアンブレラ社。ここで社長を務め、最強の傘の開発を手掛けるのがこの人物。彼こそがオランダの頭脳、ガーウィン・ホーゲンローム32歳。ホーゲンローム、あの戦いの VTR を見せると。なるほど。笑った。クレイジーな戦いだ。でも我々はこれ以上の実験をいくつもしているからね。問題なく勝てる。絶対に壊れないさ。どんな風が吹いても絶対に壊れない傘。なんとこの傘、スキーで強風を受けても、水上スキーでこんなパフォーマンスを披露しても、壊れるどころかひっくり返る気配もない。まさに最強の傘。さらに車でのパフォーマンスは時速100キロ超え。すごい。我々の傘は最強だ。ぜひ挑戦したいね。最強のチャレンジャー現る。前回圧倒的なパワーを遺憾なく発揮した最強風力マシン。新たな挑戦者の登場を伝えるため NKL を訪れた、あ、こんにちは。彼こそが風のマジシャン、野川勝司。新たな挑戦者。あそう証拠でもなく、なんか自分だったら楽勝だけど。余裕の楽勝宣言。さあ、どんな風が吹いても壊れない傘と、どんな傘でもぶっ壊す風力マシンが相対した時、果たしてどうなるのか。嵐巻き起こる矛盾世界大戦。男はこう語る。我が社の傘はパーフェクトなんだ。どんな風が吹いても壊れることはないよ。どんな風が吹いても絶対に壊れない傘。学生時代、二人の同級生と壊れない傘の開発を始め、長い年月を経て行き着いたのが究極のデザイン。それがこちら。どんな風が吹いても壊れない傘。
センズアンブレラだった。形ですね。一見いびつな形だが、この形こそが最強の証。流体力学に基づいた世界初の構造だという。まずは普通のビニール傘に風を当ててみる。風力をアップすると、ご覧の通り、完全に壊れてしまうのだが、すぐなるわ。最強の傘センズアンブレラは驚きの変化を見せる。なんと、実はこの傘、最も空気抵抗がない方向へ自然と向くように設計されている、傘に風が当たると後ろの長い部分の内側に風が入り込み、前方に傾き抵抗を弱くするのだ。もちろん風だけに強いわけではない。雨対策も万全。普通の傘の場合、雨が強いと落ちてくる雫で背中がびしょびしょなんてことはよくあるが、センズアンブレラはその心配も無用。後ろの部分が雨を流し、背中に水滴が落ちてこない。この通り。この最強の傘をもってすればぶっ壊れるなんて絶対にありえない。絶対に壊れない傘。対する最強風力マシン NKL 野川はこう語る。世界最強の風力マシンです。どんなものでもぶっ壊します。どんなものでもぶっ壊す。この風力マシン世界最強の秘密とは。それはスポーツカーに匹敵するエンジンと2メートルの羽。どんなものでも吹き飛ばすパワーは前回の対決でもご覧いただいた通りだが、このマシンをもってすればこんなことまで。パフォーマンスタイム。やってきたのは、これがハリケーン荻原次晴。荻原さん、長野オリンピックノルディック複合日本代表。荻原にはここでジャンプの前傾姿勢を取ってもらう。すると驚くべき現象が。60秒後明らかに。最強の風力マシン対最強の傘、世紀の対決。風力マシンの前で荻原次晴にジャンプの前傾姿勢を取ってもらう。果たして前傾をしても倒れない。風が強い。まさにこれがジャンプと同じ風力。マイケル・ジャクソンじゃん。大ジャンプを彷彿とさせる完璧な前傾姿勢が保てた。顔はすごいことになっちゃうね。しかし実はまだパワーは半分。ここで風力をアップさせると、倒れた。耐えきれず吹き飛ばされてしまった。これは選手時代にも感じたことないです。ハリケーンですよ、まさにまさにハリケーン。一方、最強の傘、その実力は。パフォーマンスタイム。普通の傘の場合、野球経験者が振り回すとこの通り。なるね、なるなる。空気抵抗をもろに受けた結果、ボロッボロ。すごい振りが強いね。最強の傘は果たして。どうなんの。すごい、すごい。全然動かない。全く問題なし。スーパースローで見てみると、空気抵抗を受けることなくいなしているため、壊れる気配はない。さらにやる気満々のガーウィン社長は対決前日に到着。とっておきのパフォーマンスを見せてくれた。パフォーマンスタイム。登場したのはハイパワーの放水車。50メートル先まで届く驚異の水圧。普通のビニール傘で受けると、なすすべもなく秒殺。
果たして最強の傘は。ガーウィン社長本人に挑んでもらった。あ、社長見るからだ。放水攻撃を完全にブロック。すごいな。すごい。その後も3分間にわたり放水を続けたが、まさに鉄壁のディフェンス。一向に壊れる気配はない。びしょびしょ。スーパースローで見てみると、激しい水しぶきが放水の力強さを物語っているが、それも何のその。完璧にシャットアウトしていることが分かる。びしょびしょだ。びしょびしょ。見事耐え抜いた。すごい。傘は全くの無傷。すごいわ。これぞ水圧をも退ける耐久力。いくつもの実験をしてきたんだ。おかげで髪の毛がなくなったけど。全ては世界最強のため。対決のルールを説明します。対決時間は3分間。風力マシンの風を受け、傘が折れたりひっくり返ると風力マシンの勝ち。3分間耐え抜き、壊れなければ傘の勝ちとします。同じ形で秒殺ということで、うちの傘は絶対に壊れない。絶対勝ちます。 100% 絶対に勝ってやる。この矛盾世界大戦第2幕、果たしてどちらが勝つのか。実際にこちら傘お持ちいたしましたので、皆さん手に取ってみてください。引くんだ。暗い部分引くか。すごい。似合いますね。似合いますね。おしゃれな。丈夫そうだ。いいですね。ちょっとカリナさん、それでポージングしてもらっていいですか？これ売れるでしょうね。すいません、うちの本田がどうしてもやっていただきたい。カリナさんのファンなんで。じゃあお願いします。よいしょ。あえー、写真撮りたかったです。痛い。録画したらいいじゃない。やってくれただけで満足。どんなアナウンサーだよ。この対決、慶応義塾大学教授で流体力学を専門としている下村豊と、日本女子大学理学部准教授小川佳代に解説してもらいます。下村先生はどちらだと思いますか？私はあの風力マシンが勝つと思います。マシン。傘は絵をですね、傾けることで前傾姿勢を保つ、はい、それで風から受ける力を極力減らしてるんですね、はい、だけど非常に速いスピードになりますと、人がこの前傾姿勢を保てないと思うんですね。なるほど。そうすると風の力を受けて、壊れることになると思います。なるほど。対する小川先生は。はい、私は傘が今までの常識を覆した非対称の傘の形というのは、今までその力を全てこう均等に受けていたものに対して分散させるということで、すごい画期的なあの形だと思いますし、あとこの構造を知り尽くした開発者本人がその傘を扱って対決をするということになりますので、傘が勝つんじゃないかと思います。先生方の意見が分かれましたけども、はい、さあ今回も3人の意見をまとめていただいて予想していただきたいと思います。はい、さあそれでは皆さん、お手元の矛盾ボタンで決定してください。全自動矛盾システムお願いします。おお、では皆さんの予想見てみましょう。さあじゃあまずはこちら、傘がね勝つと、うん、ガーウィンね。ガーウィンさん、あいつはいいな。いいですね。いいですね。あの流体力学を極めてますよ彼は、はいはい、それであの流体力学でこうあの傘をね、はい、どんなふうにしてもあの逃げます、うん、最後はもうみんなで笑うわけですよ。
もうすでに笑っちゃいましたね。膨らんでますね、もうイメージが。あのガーさんのガーさん、ガーさんってまた新しい呼び方。なんで勝手に相性をつける。オリジナルもいけますね。ガーさんは今回その風力マシンって一定のところしか風が来ないじゃないですか、はいはい、そういうのってもうだいぶ昔に実験済みなんじゃないかと。なるほど、もう想定の範囲内だ。さあ吉高さんは、そうです、ガーさん、ガーさん、ガーさん、いいんだよ、なんでガーさんにする。もうガーさんアイディアくださいよ。こっちに、ね、お湯さんにもらわないといけない。じゃあウィンさんの、はい、ウィンさんでまた下の方言ってそんなアイディアもあんの。驚かなくていいんですよ。悔しい、悔しい。頑張れ。高さん、何度も自分であの実験して、で本人も言ってましたけども、頭がこんな風になるまでやってたと、うん、まあまあジョークですよね。ジョークです。それくらい過酷な何回もやってると思うんです。いや、あれジョークですよ。あれはしかも頭だけじゃなく、うん、パッと写真見たら、うん、ここも割れてるんですよ。いや、それは過去の実験でここにガンってついてパッてなったけど、生まれつきで、うん、おそらく割れたと思うんで、この傘にかける気持ち、はい、これにかけたいと思います。すごい、もう精神論です。最終的には本当にやっぱりこれ人間がやるってことなんですね。やっぱり絶対そうやと思うね。人間が持った傘となると、その風が計算できないと思うんです、その強さが。そうそう、今までやってきた人間がないと。ガーミンなんか絶対勝つんだよ。なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん、なんで。それは風にかける思いが半端ないから。精神論じゃない。結果精神論なんだ。対決当日、最強の傘を作ったガーミンはある夢を語った。世界中の子供たちが傘の絵を描くとき、僕がデザインした傘を描くようになる。それが夢なんだ。夢を叶えるためには負けるわけにはいかない。そうだよ。一方、一足早く現場に入った最強の風力マシーン野川は、女だもん、言っちゃいけないけどな、所詮傘なんで絶対勝てます。余裕や、王者の自信。負けない、負けない、わからんよ。単身オランダからやってきました。今日はオランダからオレンジのポロシャツに決めた32歳ガウィン、待ち構えるハリケーンの野川勝治、その左手には魂を込めたセンズアンブレラ。さあ両者が近づく。そして一礼して、ここはシェイクハンズだ。嵐巻き起こる矛盾世界大戦、果たして。小姐，你能玩吗？来者何人？心想事成。強風マシンか最強の傘か、矛盾世界大戦。ガーウィンが絶対に壊れない傘、センズアンブレラを野川の前に広げてみせました。相手を確認する野川です。この傘なら片手で十分だ。え、こちらも。穏やかな表情。ただどんな風でも勝ってみせる。言葉はかなりヒートアップしてきている。はい、外していただきますね。両者の自信は揺らぎません。矛盾世界大戦、いざスタート。最強マシーンハリケーンで2連勝を飾るか、それとも絶対に壊れない傘が逆転勝利を招くか。風にまつわる国際 A マッチ、さあ勝敗はどっちに傾く。片手で行くんですか。今最強の風力マシーンハリケーンがスイッチが入りました。そして風が起こり始めます。さあ勝負の3分が始まりました。あ、ここはガウィン宣言通り片手で傘を持っています。意地張るなって。さあ少しずつ風が強くなってきます。まだこの辺りはマックスの風力ではありません。さあ徐々に徐々に風力を増しながら、そしてハリケーンが近づいてきます。350馬力、そして今最初の距離15m から徐々に徐々に今火災と近づいてきます。あとガーミン、ここは両手になった。これは予想以上の風が襲ってきているのかもしれない。今までの実験では味わったことがない風、おそらくそうガーミンは思っているかもしれない。あるいはセンズアンブレラ最大のピンチかもしれない。傘は壊れるもの、その常識に勝ちたいという思い、
ガーウィンの魂の結晶が今ハリケーンの強烈な風を防ぎ切っています。折れるでしょ。さあ次なる一手はあるか野川。さあさらに距離を近づけてくる、距離を近づけてくる。うわすごい、両者の距離がいよいよ3メーターになった。あまり近づきすぎると風の威力が分散してしまいます。ですからハリケーンの距離はこの3メーターがベストの距離。そのベストの距離で明らかに傘の形が変わってきた。またさらに、あそして野川がマシンを固定します。何すんねん。あまりに強い風を起こすとマシン自体がコントロールを失います。マシンが揺れてしまいます。マシンを固定してさらに強い風を起こそう、そんな構え。あそして今風向き、風の出る方向を変えました。この上下左右の動き。さあしかし残り時間は30秒だ。ちょっと野川が焦ってきた、野川が焦ってきている。さあ今度は下からの風だ。風向きが変わる。その中でさあガウインは耐え抜けるかどうか。センズアンブレラ、エアロダイナミズ、全てを極めたこの傘がしっかりと風に耐えている。あと何秒だ。さあ傘の形が少し変わってきたか。そしてさらなる、さらなる一手、ハリケーンが送り込む。さあここで勝負は決するかどうか。そして今3分の対戦時間が終わった。傘は無傷か。傘は無傷だ。絶対に壊れない傘、センズアンブレラの勝利。ガッツポーズのガーウィン、ハリケーン2連勝なりません。さあリプレイで見てみましょう。壊れるのではないかという危険な時間帯もありました。しかし傘は3分間見事耐え抜きました。すごい傘ですよね。本当にすごい風だった、これからの商品開発の際はぜひこのマシンで実験させてほしいね。これプレゼントです。ありがとう。じゃあまた。風に魅せられた国際 A マッチ、勝利を収めたのは絶対に壊れない傘でした。プライドをかけた真剣勝負に拍手。落ちもねえじゃねえかよ。いいんだよ。いやでもすごい、すごいっすね。俺まさかガーウィンが傘に包まれてますよ、この時点全部こうやって。ちょっとあの時やばいなと思いました。やっぱり力ずくだけじゃダメなんだ、人間ってのはやっぱりね、かわすっていうことですね。なるほど、ね、かわすっていうことがちゃんとできてるの、ガーウィンは。技がなぜか食いたいんだけど、国を超えてこう戦ってお互いを認め合った最後になったので、すごく素敵な戦いだったと思います。なんで文さん、なんで文さんが、西田さんのパクリでしょ。だって。なんかパクりたいんです。